アメリカ合衆国コロラド州は一年中訪れていただきたい素晴らしい場所です。その中でもデンバーは多様性に富む活気ある都市で、年間300日は晴天に恵まれています。豊かな文化、ショッピング、自然、治安が良くてエキサイティングなダウンタウンがあり、さらにロッキーマウンテンウェストの美しい国立公園への理想的な玄関口でもあります。またメジャーリーグや野外のカフェ、博物館もあります。市内の自転車貸し出しプログラム、デンバーバイシクルで探索するのも良いでしょう。デンバー美術館を皮切りに探索を始めましょう。アメリカンインディアンや西洋美術品、アメリカ先住民アート、スパニッシュアートなどの美術コレクションが所蔵されています。ヒストリーコロラドセンターでコロラドの伝統について学んだり、デンバーボタニックガーデンで豪華で美しい日本庭園を楽しみましょう。多くの個性的なショップやブティック、ギャラリー、レストランが並ぶチェリークリークショッピングディストリクトもお忘れなく。ウエスタンウェアでしたらダウンタウン中心にあるロックマウントランチウェアが必見です。アウトドア派にはレッドロックスパークがいいでしょう。有名なレッドロックス野外劇場を有するパークは、感動的なコロラドの眺望を楽しむのにもおすすめです。パーク内のハイキングコースの一つを行くと、巨大なレッドロックの歴岩や渓谷、自然の草地を見ることができます。またビジターセンターで有名なミュージシャンの演奏情報も手に入れてください。探索の後はデンバーのカジュアルでユニークな食事と地ビールを、農場からテーブルまでを一貫して管理するシェフ自らが経営するファームトゥーテーブルのレストランで、アジア料理やサウスウェスタン料理はいかがでしょうか。また昔の毛川交易所を真似て作られた泥レンガ作りのお城風レストラン、ザ・フォートにもどうぞ。昔の西部時代からのメニューで、バイソンやヘラジカ、ウズラなどの野生動物の肉料理やコロラドステーキがあります。デンバーでは他では見ることのできない文化と自然の調和を感じていただけます。東京からデンバー国際空港まではユナイテッド航空の直行便で、より便利になりました。ぜひお越しください。